はいどうも皆さん、私は生き物好き YouTuber なるちゃんと言います。どうですか皆さん、この場所見覚えありますかね。去年はね来れてないんですよね、ここ在割来れてないんですけども、今年ねちょっとねまたしっかりやっていこうと思いましてね、ここにねいるんですよ。ほら、昆虫ガール、生き物ガールがいるんですよ。生き物ガール、昆虫ガールがいるとね、あのね動画の視聴率上がりますんでね、楽しんでね行きたいと思います。今回の意気込みはどうですか。何も考えてないらしいんですけどもね、今無茶ぶりなんですけどもね。何匹とんの、何十匹とんの。何匹、いやなんかね、何、なんかビギナーズラックみたいなところがあったから、あ初めてやった時は、だからなんかすごい取れたけど、うん、全然取れない気がする。取れない気がする。寒い、大丈夫。寒い。あとはまあね、口木ね、ぶち割ってね。そうだね、うん、まあ、寝てる生き物を叩き起こして、うん、なんか寝込みを襲っていこう、うん、行こうよし、じゃあ行ってきます。行ってきます。でも言えないのにさ。でもすごいいいこと言ったでしょ。うん、今の言葉動画に入れといたから。やめてよ。無茶ぶり。結構あんなのもいきなりあるけどね。でも前に撮ったところにいっぱい行って、前のところがやっぱり結構クワガタもいたもんね、うん、ただ入れなくなっちゃったんだよね。ちょっとなんか上から声聞こえんな。前カエルいたんだけどね。まあいたね。あの場所行くまで結構登るから、うん、足腰鍛えられるけど、この階段上の階段見るともう嫌になっちゃうよね。確かにやばいなこれ。うわすごい急だよ。実際の急車はこうだからね、こうやってカメラを下に置くとこんな急車ですからね。もう体重10キロ近く減っちゃったからね、筋力も体力もスタミナも心肺機能もねだいぶ落ちてるんだよね。俺もあの辺とかいいんだよな、あの辺、うん、うん、よっしゃちょっと行ったるか。なんかして、なんかちょっと待って、それぞれちょっと昆虫ガールがなんかね発見したそうなんで、昆虫ガールが、うん、昆虫ガールなんか発見しました。カミキリムシの幼虫、あれこれ切れてんじゃね。そうじゃない、ん切れちゃった、切れてないか、切れちゃったのかな。カミキリムシっぽいぞ。カミキリムシじゃねえかな。まあ生態が壊れちゃうっていうところでね、ちょっと昨年はね私ねあんまりやらなかったんですよ。この辺はなんかすごいこのでかいの使うか、でかいのこれ昆虫がある様になるぞ。ここをバキッて割りたい。いいよ、ガール入るかな。ガールぶち割っていいよ。今日この1本ぐらいにしとこうぜ、うん、どうよ。結構いい感じでね、ね、朽ちてる感じでいいね。朽ちてるけども、でもその食べた後がないよね、食根ね。食根昆虫ガールあるんだよ。こういう業界用語も覚えないといけない。食根ね、食根食べた後じゃなくて、ね、そう、まあ、食べた後で食根なんだけど ね、まあ、ね。この昆虫ガールもね夜一緒にね虫取り行けたら楽しいんだけどね、子供たちがいるから、ね、行けないんだよね。置いていけないのか、置いていけないんだよね。まあ今の俺と夜のデートだったら雑木林だ。夜景見に行くとかじゃねえかな。絶対嫌だ。昆虫ガールのお尻ドアップしてやめてくださいやめてください。ダイオリやって出てきた幼虫、クワガタ幼虫全部ココアだったもんね、うん、全部ココアだもんね、うん、禁止瓶30個40個買ったよね、うん、30個ぐらい使ったよね。成虫になれて、うん、ほぼ9割成虫になっちゃうんじゃない、うん、で逃がしたね。うん、逃がした。よいしょ、やらないの。いや今あれだもん、流行ってんじゃない。流行らそうとしてんじゃん俺たちが。何を流行らそうとしたっけ。ダイエット剤割りだよ。斜面でね、そう斜面で体勢を、足場が悪いところで、足場が悪いところできつい体勢で重い斧を振り回して体幹鍛えられるかもしれない。もう年だから。これがね昆虫ガールの基本だよ。まだ二十歳なんだからさ、分かんない、重くない。あでもなんかさ割ってみたくない、これ。あほらこういうところ、そうなんか美味しそうだよね。あムカデ、ジムカデがいたね。ジムカデがいてってことは結構いい感じで干してきてるね。すごいさちょっと湿った感じと、うん、
美味しそうだよ。でジムカデ、このちっちゃいのはジムカデなのよ。これ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 ジムカデ。あ、本当だ、ちっちゃいね。うん、ちっちゃいんだよ、基本ちっちゃいの。これ大人なの？これそうそう。これ食べれたらいいのにね。昆虫があるそのうち食べちゃう。食べません。食べないで食べないでよって言って。食べないでよ、食べないで、食べないでよ。これは分かりますか皆さん。ほらこれ、ほら寝てたのを叩き起こしたけど、ハサミムシね。ハサミムシ動き鈍いね。バカ逃げんじゃねえよ。ほらほらハサミムシ。うわすげえシロアリだやっぱりね。これは厳しいね。どうだね。この辺は全部元に戻して、まあ皆さん今回はね、あのこうやって来てるんですけど、久々なんでね、まあ何も取れないっていうね、何も取れないっていうかね、取れたかあんまないかもしれませんけど、まあ取れたかはね、女神のねお尻ドアップしといたんで、それで許しちゃってくださいね。あ、何もこう成果物はないかもしれませんけども。おいおい、誰も見たくないよ。夏はあれですよね、女神さんね、ん夏は水着で来るんですよね。蚊に刺されまくるんだよ。刺されまくる。私刺されるからさ、蚊によく水着なんかでいたらもうやばいね、やばいね、フルボッコだわ、うん、こうミルワーム、ミルワーム。ほらほらミルワームで、自然界のミルワームよ。結婚あるね、いるんじゃん。まあ女神、女神っていうのはね結構当たりつけたからね、2年前ね。それはさ、やっぱりほら初めてやった時ってさ、だいたいよく、でもよくなんか食べた後とか、でも2回3回いたけどさ、結構取れたよね。そんなとこで私は女神とね呼んでいたわけですよ、うん、ほら今回どうよ。あ、食感あるじゃん。どうよ。いないね、いないか。うん、良さそうだけど、まだ食べれてる。今日ひっくり返すかな。うん、よいしょ。あ、これ重くないんだけど引っかかると重いんだな、うん、どうこの下とかね、幼虫消えるかな。見えたな。今回あれかな、あんま場所やっぱ良くなかったのかな。そうね、うん、なんか越冬してスズメバチも出てこないしね。あー、なんかカラカラな感じ、粉々、うん、だもん。何でもいいからいてほしいんだけどね。ね、じゃあ女神、ここまで終わったらもう帰ろう。そうだね、もうしましょう。縦に行きそう。いや、タイだって全部繋がってんの。まあね、まあね。そうよ。まあね。木こりだ、木こり。いや、特にねえな。うん。やめとこうか。そうだな。これ以上壊しましょう。ちょっと長いしね。長い。まあ、茶割り採取しに行こうとね、女神が言ったんですけどね、私はね、冬のね、食材探しっていうところがメインだったんでね、まあ出てきたものはね、まあいただこうと思ってましたね。カミキリムシの幼虫ですね。そしてね、まあオオスズメバチとかね出てきたらね食べちゃうと思ったんですけども、残念でしたね。よし、そろそろ収束か。いや、この斧結構重いんですよね。すごいね、使い勝手あるんですけどね、手斧。まあ皆さん安心してくださいね、あの全国のパパさんママさんね、あのこの動画では基本的には、ね、下ネタはね禁止なんで、ね、下ネタ言いませんので、下ネタはね私はね取り扱いしませんのでね、ご安心ください。まあちょこっとね、お尻ぐらいはいいでしょう。まあ、お尻探偵とかね、あるぐらいですからね。もういい口があったね。じゃあこれ次回だね。じゃあ、To be continued ってことで、はい、今回はこれで終わりにしましょう。うん、まあこっちがちょこちょこ落ちてんだね。なんかこっち側はちょっと。ああ、いいね。今度次回はこっち側で。そうだ。樹皮は残っててわかるね。あれはクヌギじゃねえか。あ、コナラか。コナラだな。うん、いいね。2年前こっちは来てない。あ、来てないってことはいるね。だからいるかもしれない、うん、楽しいな、楽しみだね、楽しみだね。もっと早く来よう、まあ、もう子供たち送ったら、まあ、もうすぐ来る。まあね、すぐね、もうやる気満々のね女神だからね。やりやすと楽しいからね、楽しいからね。
まあどっちかっていうとあれだよね、俺も息子たちが生まれて目覚めた感じだからね。もともとね、環境とか好きだったけどね。そうよそうよ、だってすごい手書きの図鑑とか作ったもんね。ああいうのさ、うん、アップしたらいいんじゃない。ああそんなの書いてますかね。最初にアップしたんだよね。まあ久々にアップしてみるか。いや本当にあれちょっと感動したもんまあ好きだからね。はい、お疲れちゃん。お疲れ様。はい、でも冬でもね、外行けばこういうのいるよっていうのね、皆さんに見せられますんでね。女神さん、次は頑張りましょうね。なんか今日は久しぶりにやれて楽しかったけど。いや、そう、うん、楽しかったけど。楽しかったけど、やっぱり何か出てきた方がね。まあそうだね、楽しいよね昆虫ガールとしては昆虫図鑑を見ていろいろ知識を高めましょう勉強するの勉強しましょう。夏に備えて知識を蓄えようか。なんかね、勉強苦手なんだよね。勉強ダメなんですよね、女神さんね。そう、だからあの口で説明してくれたらちょっと覚えるかも。字を読んでもね、覚えられないかもしれない。なるほど、俺がじゃあ説明してからね。一緒に横にいて説明しないとそうね。はい、はい、長くなりましたけど、こんなところで今回の動画終わりたいと思います。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でね、またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。何それ、シンボル。はぁ、景色いいな、ここ。この木がなかったらすごいいいのにね。木があっていいんだよ。木がなかったらほら、見えるじゃん、いろいろ。あ、丸見えか。そう、このぼやーって見える感じで。うん、まあいっか。よし、行こう。